私はここここここってやり続けてるだけ。芯が芯が芯、ここから動かない。でこちらからこっからこう降りていく。いろんな営業だとか経営だとか家族の問題だとか降りていくのは、それは まさに方便というやつです。本来伝えるのはこの芯がだけ。しかし一般の人はなかなかそれは理解できないから、それに合わせなきゃいけない。例えばもしかしたら良くないかもしれないけど、自分は食べたいと思わないものでも魚は食べたいと思うかもしれない。ミミズなんか食べたいと思わないよね。でもミミズを釣り針に行って、ね、池に垂らさなければ魚はパクついてこないですよ。それと同じくある程度この3次元の現世の中で求めているものがそれぞれお金であったり健康であったり夫婦の問題家族の問題であったり、いろんなね、いろんなもの、物理的なものをでパクついてきますよね。まあそういうことでそれに合わせた方便だと、ね。